今週の USN レポートは来て屋の特集をお送りいたします。今週は双方に来ています。このエリアは観光客や買い物客でいつも溢れていますね。今日は双方にある日系雑貨店来て屋をご紹介します。2007年5月にオープンした来て屋は京都の工芸品などを取り扱うお店。今月で1周年記念を迎えました。店内には日本の伝統的な素材や現代的なデザインをうまく調和させた商品が並び、華やかな雰囲気でいっぱい。来て屋にはローカルの方々をはじめ国内外からの観光客も多く来店しています。来て屋が誇りとするものは商品の一つ一つが手作り、本物であること。ファッショナブルな携帯ストラップや可愛いヘアピン、和紙、かんざし、風呂敷などアイテムのセレクションは実用的なだけでなく風情も感じられます。中でも手書き友禅のジーンズはスタッフ一押しの商品で、お気に入りのジーンズに京都の職人さんが素敵なデザインを施してくれます。そして今回 USN が注目したのはクリスタルアート。素材には金粉や本物の貝殻が使われ、世界で一つしかないオリジナルアイテムを作ってもらえます。また無料ラッピングサービスも大変好評で、今日は特別に来て屋の飯田社長に風呂敷を使った実演パフォーマンスと来て屋のビジョンについてお話しいただきました。ちょっと大きい風呂敷で今からカジュアルなバッグを作ってみます。まず四方をまず簡単にちょっと結んでみます。これ本当に簡単なんで、でもスーパーに行った時にこれで入れて入るとエコバッグになるっていう。隅をして一番シンプルな形で3つ、まず4つ結び、結びます。その時の中に入れる大きさによって形は少し変えられますが、そしてここでもう一度結びます。2回、これも2回結びます。そしたら簡単なバッグができちゃいました。ハンドバッグがこうして手に入れてもらったりですし、ここにお買い物したのを入れてもらったらできましたバッグです。では来て屋の由来を教えてください。来て屋っていうのは京都で私たちが常に使ってる、割とカジュアルな言葉でちょっと来て屋っていうかウェルカムの意味をすごく親しみを込めて親しい人たちに言う言葉がちょっと来て屋の来て屋なんですけど、それで皆さんにいつでも来て来て屋っていう感じで名前をつけてみました。お店の特徴、コンセプトを教えください。お店は京都からのものを、もちろん日本からなんですけれども、新しいもの、そして伝統的なもの、文化の香りのするもの、手作りのものっていうものをこのアメリカで表現できたらいいかなと思って始めました。で、私たちというのは実は私の会社一社じゃなくて5社ほど協力していただいて、皆作り手のものからアメリカに向けての発信という意味でそういうコンセプトでまずはやってみました。で、その中でやはり日本のものをもっときちんと分かっていただきたいというか、日本の美しさみたいなものを分かっていただきたいためにいろんな商品をやってるんです。双方に花咲く京都の雑貨店来て屋、今月はオープン1周年記念で毎週末イベントもいろいろと行われています。場所は464ブルームストリート、マーサストリートとグリーンストリートの間にあります。なお月曜日はお休みとなっています。さて、お待ちかねの視聴者プレゼント、今週は来て屋より携帯ストラップとハンカチをそれぞれ抽選で10名の方に差し上げます。
プレゼント応募方法、お店の詳しい情報については USN ウェブサイトでご確認ください。